さんの村田です。アシスタント中山です。中山さん、今日はどんなテーマでいきましょうか。今日はですね、レインズについてちょっと話をしたいなと思っていまして、ラクダ不動産の動画でもレインズって言っているんですけど、あんまりこのレインズについて詳しく話をしたことがないなと思ったので、そもそもレインズって何なのかなっていうのを皆さんにお伝えできればと思うんですけど、これちょっとあんまりその動画で言っちゃったらダメそうなんですよね。レインズ、本当はレインズの中身をこうパソコンで見せて、これレインズですよって面白いでしょみたいなやりたいんですけどね、レインズの使い方って基本的にそうじゃなくてっていう、物件を検索する不動産会社がっていう、あんまりこう見せることを想定してないというか、多分ねダメなのかな、なんか、お偉いさん方が作ったとこですからサムネイルとか動画のタイトルちょっと分かりづらいんですけど、今ここにたどり着いてきてくれた方には口頭で詳しく説明をして、皆さんがその不動産取引で良くない業者さんもいたりするので、ちょっと騙されないような形で知恵をつけていただければと思うんですけど、もしかしたらちょっと私たちも危機感を感じたら、この動画を削除するかもしれないので、よかったら今回ここにたどり着いた方はぜひ最後までご視聴いただければと思います。これ中見さんですよね、何回か関わりましたけど、これ私が怒られるパターンですよね。一緒に怒られましょうということでやっていくんですけど、じゃあまずそもそもレインズって何よっていうところなんですけど、どんなものですかレインズっていうのは。簡単に言うと、不動産会社だけが見れるデータベース、国交省が定めてる売買契約とか一般売買、一般売買はレインズ登録する義務はないんですかね。不動産業者は、専属専任、専任売買の、どっちかだったらその期間内にそのレインズに登録をしなきゃいけないんですね。これはもう宅建業法のルールなんですよね。じゃあそれで、登録をした後に、私はなんかね、ちょっとお客様に不都合を隠してるんじゃないかって思ってまして、このレインズが、この私たちが登録をしている内容をお客様も見ることができるじゃないですか。 URL とパスワード発行されますよね。それでその見れる項目が私たちと違うってことに。そうなんですよね。だからなんか書いてあることって、不動産の物件の所在地とかだったり、価格ぐらいは見れると思うんですけど、私がそう肝心なところでしょって思うのが、そう広告掲載の。中山さんそれ言っちゃね本当ねこれでも、なんで見せないのって私ちょっと思うんですけど、そうですよね。この話は、こう言いながらも私いろんなところで言っちゃってるような気もしますけど、ちょっと言いましょう動画でも。そうですね、広告転載区分っていうのがあるわけですね。図面をそこに乗っけて、そしたら他社さんがこのお部屋を他のツールスーモとかに広告していいかどうかと、それを許可するかどうかっていう区分があるんです。ラクダ不動産のやり方もありますけども、やっぱ幅広く広げた方が絶対に買い手は多く集まりますから、これを「可です」と「いやどうぞどうぞいろんな媒体に掲載してください」っていうふうにするんですけど、ほとんどの不動産会社はこれを不可にしてると、要は勝手にもう掲載しないでくれと、するのとか掲載とかするのはもううちの会社だけですよ、登録してる会社だけですよっていうようなメッセージなんですね。でこれはある意味に囲い込みの一種、大げさに言うとね、でも近いと思う、囲い込みの一種かなってソフトな感じはするんですけど、これが要は広告転載不可になってるかどうかっていうのが見れないっていうことなんですね。そうなんですよ。囲い込みって一応ダメなことじゃないですか、それなのにもかかわらず広告掲載を不可にすることは、囲い込みイコール不可にはならないんですかね。なってはないというレインズ。なるほど。じゃあ広告をしちゃいけないって言ってるけど、それ自体は囲い込みではないっていう、なんだか不思議な。そうですね。ここ負荷が囲い込みとは認定はしてないんでしょうね。なるほど。だけど実数そうですよね。だって他の不動産会社も、あ、いい物件出てきたと思って、これぜひうちの会社で数もとか乗っけたいなと思っても、あるね大手さんの不動産会社が大体負荷にしてて、ああここ経済負荷かと、でも聞くだけ無駄だなと、もう聞くだけ無駄だなと思っちゃってたら、買い手さんに紹介しないですよ、その不動産もうそのいくら他の買い手さんがいて、でこの物件いいと思ってるんですって、その大手さんがしか大体掲載しないですから、大手さんが掲載した数も見て、あの物件いいと思うんですけど、こっちの不動産会社じゃあ村田不動産さんでなんとかこう案内できないですかねってもし言われたとしても、もう広告掲載不可とか、そんな立場でいると、いやもうちょっと多分聞いても無駄だと思いますよみたいにいう不動産会社は多いと思います。だからすごく機会損失はしてるなところしますけどね。そうですね。私もレインズいろいろ見るんですけど、はい、なんか逆に広告掲載を加にしてるところをあんまり見ないんですけど、あんま見ないですよね。やっぱほとんどの会社がもう不可にしてるってことなんですかね。そうですね。そういうふうに決めてるっていうかね、大手さんとか、まあもう何気なくみんなやってるのが、多分登録したらカーソルで選ぶでしょ。一番最初に出てくるの不可ですからね。そうなんですよ。ベースがデフォルトが不可ってことでしょ。そうなんですよ。だからなんかもう多分レインズ自体がなんかそういうのを分かってて推奨とは言わないですけど、どうせそれが一番やるでしょね、なんかやってるんじゃないかなって。はいはいはい。ちょっと中山さん今誘導しますよね。私が怒られる方をすごく誘導してるってことですよね。これはね、ちょっとね詳しくは分かんないですけど、そのレインズを運営してる組織のなんかね、役員の人はね、分かんないですよ、詳しくは本当か分かんないですけど、大手不動産会社さんの人がそこの役員やってるっていうような話も聞いたりしますから、はい、実際か分かんないですけど、で多分そんな要はね、広告掲載可にすると荒らされてる感じがあるかもしれないですね。で大体その大手さんとかそれぞれのとこってこう足並み一つの大手さんがそういうふうにオープンにやっちゃうと他もやんなくちゃいけないから、やっぱりこう両手の方がどうしても収益性は高かったりとか会社としてしたりするでしょうから、でそこでもうちょっと足並みを揃えてる感じはしますけどね。そうですよね。足並みを揃えないラクダ不動産みたいなところはちょっとなんか目の上の単行部じゃないですけど、そうですよね。その上でこういう動画を出すっていう、それね怒られますよね。そうですね。村田さん怒られた話、それってしていいんですか、動画内で。ああ、いやもう言っちゃってますよね。大丈夫ですか。だからちょっとカットするんで。今の会社じゃないですけどね。前の会社、外その前の会社、一番最初ですよね。当社の副社長のその風戸が立ち上げたまあベンチャー企業があったんですけど、不動産で。そこが両手をしないっていうやり方やった時に、その時はですね。最初に始めてから1年ぐらいですかね、いろんな会社さんから、はい、余計なことすんなみたいな話はちょっとありましたけどね、はがきがね、はがきこれ言っていいんですかね。確かにそれをみんなが足並み揃えていれば、ね、お互い、まあ、利益をちゃんと確保できる状態なわけですもんね、はい、まあでももうそんな時代じゃないですけどね。なんかですね、多分、まあ、今ちょっと大手さんの話ばっかり言ってますけど、大手さんに限らずほとんどの不動産会社さんで、まあ、不可にしてるので、でそこの理由は特になく、多分なんとなくやってて、やってるだけっていうとこもあれば、明確に囲い込みするためにっていうとこもあれば、で大きな組織にいる方たちは実は大手さんでもこう雑談で営業の方と話をすると、やっぱ情報ってオープンにした方が絶対いいですよね、うん、特にね入ったばっかりの方とか若い方はそういう目線見てて、なんでなんですかねうちの会社みたいに逆にだからもうね、やっぱサラリーマンでね、いろんな視点のカラーもあるでしょうし、こうちょっと話した時もそう視点ベースでもやっぱカラーが違いますからね。いややっぱ視点どこにいるかってすごく大事なんだろうなと思います。そうなんです。実はこの間あったのが大手さんでも広告掲載可にしてるところがあったんです。そうなんですね。僕ねそれ3回目ぐらいですけど、すごいなかなか大手さんっていうね、強気な大手さんが可にしてたんで、だから多分ねそれ視点とか、それから担当マンがこっそりやっちゃってるからとか、すごい。そうなんで担当の方もその広告掲載可にする意味合いとかっていうのを分かってたりするんですけど、ただ一方でちょっと話しそうしてますけど、広告掲載可ってやり方が分からない不動産営業マンはいると思います。というのは広告掲載可にするともういろんな不動産会社から問い合わせが来るわけですよ、まあ、当然広告掲載していいのか、これすぐ載っけさせてもらっていいですかって。で我々のやり方ってね、それに対してこれが OK ですとかっていう話と、あと材料も資料もちゃんとつけてあげて回答するんですけど、他社さんからそんな連絡が頻繁に来ることって要はないわけですよ。ああそうなんですね。慣れてない。もう他社さんと組むっていうことの認識があんまないですから、で他社に対してもそういった書類とかそういったサービスを提供するっていう認識も少ないので、加にしたとしてもそれだけでうまくいくとかは限らないっていう、ちょっとね、結構そうなんですね、連携取らないといけないですもんね。そう、連携取らなくちゃいけないんで、こう片手取引って簡単そうで見えて難しいですよ。そうなんですね。というのがね、レインズ上はそう広告掲載かっていうのは確かに今も見れないようになってると。そうなんで、これがあると結局ですよ、いやうち囲い込みなんてしてませんよって言いますけど、まず広告掲載不可だったらそれ一種の囲い込みなんじゃないかなっていうのがまず一つと、あとは結局ですよ、そういったスタンスであれば電話で問い合わせが来たとしても断ってる可能性ありますよね。でも電話って何もレインズ反映されないですからなかなか全部は分かんないんですけど、やっぱり一つ広告掲載が見えるようになるっていうのはこれは大きなところなんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、見せるように、ね、してほしいですけど多分変わらないですね。ここは変わんないんでしょうね。今はそのレインズの話しましたけど、はい、レインズに登録するのって専任媒介と専属専任媒介の話じゃないですか、はい、で一般媒介だとレインズに登録義務ってないじゃないですか。そうなるとなんか余計なんか囲い込みが顕著になったりとか。そうですからね、一般媒介がいろんな不動産会社の特徴を使えるからいいっていう話もあったりするんですけど、まあそれは一理ありますけど、結局すごく中途半端になると思ってて、どの不動産会社もで、どの不動産会社も競合がいるのでちゃんとやらなかったりするとか、あとはやっぱりレインズの登録義務もないと、でレポーティングの義務もないんですよ。これ専任媒介と専属専任はレポートする義務があるんですけど、一般媒介ってないんですよ。だから中途半端にできちゃうんですよね。そこら辺を、いやなんかやる気ないんであれば、いやどんどん外せばいいじゃないですかっていう理由さんいますけど、それが分かりますかっていうところなんです、正直言うと。ちゃんと登録しているか見た方がいいよみたいなってありますかね。やっぱり備考欄って各不動産会社へのメッセージだから、そこで例えばもう一言でもいいんです、この内見をお待ちしてますみたいな、ベタですけど、はい、そんなんでもそんなんで不動産会社が動くんであれば、やっぱそういう書いてあった方がいいし、鍵現地にあるとかっていう情報をいかに提供するかっていうのが備考欄、内見の仕方とか、備考欄とあとは図面の有無あるなしっていうのも出るので、これもしっかり見た方がいいと。じゃあこれもしお客様の方で見れなかったら、なんかもうちゃんと確認するしかないですよね、エージェントの方に、そうね、ちゃんとこの辺登録しますよねって。そうね、ちょっともしかしたら言いづらいかもしれないですけど、まあ、でもね、やっぱ言えない環境も良くないと思うので、ちゃんとじゃあそこは確認してもらって、最後に、ラクダ不動産では当然広告化にしているので、そこ安心してもらいたいので、特にやっぱ囲い込みとかそういうのが気になる方はまず問い合わせいただければと思います。何か村田さんからお客様に伝えたいこととかありますか？レインズって、確かにその専任専属専任で、売るにあたっての登録のちょっと義務的なところ不動産会社は持ってたりする。要はね、登録するだけ、とりあえず登録しろって言われてるからしてるみたいなところあるんですけど、意外とそうじゃなくて、やっぱいろんな不動産会社さん、探してる不動産会社さんがやっぱまだまだレインズが主体になってたりするので、そのレインズの中でいかにその他の不動産会社さんの方にメッセージを伝えるか、この物件こういういい点があるんですよっていう図面には書ききれないこととか、それをしっかり伝えられるっていうことが一つよく売れる理由になりますので、もしラクダ不動産にお任せいただければ当然大丈夫ですけど、他の不動産会社で売却している場合も、そこのレインズの内容っていうのをそのまま見せてもらえばいいと思います。営業マンに売り主さんが見れる状況、中身だけじゃなくて、もうちょっとどういう登録しているのか見せてくださいって、それでなんかちょっと嫌がるようだったらね、そうですね、いいんじゃないですかね、切り替えて。そうですね、確かに切り替えを考える目安になるかもしれないですね、だってその情報がそのまんま他の不動産会社が見てるわけですから、そこがなんか味気なかったらこれで分かります。あと図面もなんかすごくね、写真もなかったりして、これでどうやってアピールするんですかっていう話になると思うので、そこは聞いてもらってもいいと思いますね。じゃあ何か、質問とかあればコメントを残していただければ、エージェントから回答したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。